はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速ね宅飲みやっていきたいと思います。今日はね、久しぶりにもんじゃ焼きにしてみました。この間の焼肉の時のキムチね、キムチが残ってて、あと冷蔵庫の中にキャベツもね、使い切れないキャベツが残ってて、どうしようかなと思って、じゃあ、ひき肉と、あと、このね、月島もんじゃの、このもんじゃの素をね、月島もんじゃ焼きセット、これ買ってくれば、まあ、もんじゃできるなと思って、で、もんじゃにしました。ね。ここに入ってるのがね、まあ、ひき肉、豚のひき肉買ってきて、この揚げ玉はこのセットのね、もんじゃ焼きのセットに入ってたやつですね。でしめじがあったんで、しめじも入れました。で、ここはエビね、小エビもセットに入ってた小エビで、コーンは買ったやつですね。1袋140円とかのコーンのやつね。でキリイカもね入ってたやつで、でここに青のりが入ってます。この青のりもこのセットに入ってたやつですね。うん、今日はこれで、あとねもんじゃやって、あとねベビースターも買ってきました。よいしょ、ベビースターね。もんじゃといえばベビースター入れたいで、もうベビースター少なくなったな。なんか量がすげえ減ってる感じするんだけど、まあしょうがないがね。ね、これでまあベビースター入れて、普通のまずもんじゃやって、でその後に2回戦はキムチもんじゃねやろうかと思います。でおつまみね、その間のおつまみに、ネギのせ炭塩レモンね、ネギのせ炭塩レモン 20% オフのやつがあったんで、これを買ってみましたね。まあ60円引きぐらいでね買いました。今日はこれでね宅飲みやっていきたいと思います。どうしよう、先に焼き始めてから乾杯しようかな。どうかな、見切れてる、大丈夫かな。うん、ではちょっと火をつけて、あ、その前にこれ混ぜなきゃいけないんだ、そうだそうだ、これ混ぜないとダメなんだな。よいしょ、混ぜとかないと。よいしょ、じゃあちょっと混ぜてるところは編集でカットします。長くなるんでね、これをちょっとね混ぜていきたいと思います。はい、ではね混ざりました。いや混ざりましたんでね、今度こそ火つけてやっていきたいと思います。よいしょ、もんじゃね焼けるのにちょっと時間かかるんでね。よいしょ、油を引いといて、本当はね牛すじもんじゃとかねやりたかったんですけどもね、牛すじ高くてね、おでんに入れる牛すじ、串に刺さった牛すじ、おでん用のやつね売ってるじゃないですか。あれをね、こう串から外して入れちゃえばね、牛すじもんじゃできるんですけど、牛すじ高くて、1本でね、2本で300円くらいしてたのかな、ちょっと見たら。1本150円とか、ちょっととてもじゃないけどね、入れらんなくて、そんな大きくなくてね。このくらい、とりあえずこれでちょっととろみをねつけて、それからこのおつゆをね入れたいと思います。なんで先にね、ちょっと火を、酎ハイの梅、CGC さんのね梅酎ハイ、これアルコール度数が何パーだ ?8% って書いてありますね。これも美味しいんでね、国産梅使用ね、うん、また買ってきました。今日はこれでスタートしたいと思います。よいしょ、
おお、では今日もね皆さん一日お疲れ様でした。でお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯いただきます。うん、美味しい。こっちはシロップ、うん、梅酒も入ってるなっていう味しますね。うん、シロップだけじゃなくて、よいしょ、ちょっとね、まあいつも言ってますけどね、フライパンでね、丸フライパンでやるんで、どうて作る必要ないんですけどね、一応ね、まあ気持ちちょっとね、こう気分出してねやりたいんで。ちょっとミニゴロあるんでね、ミニゴロを開けてね、お店でね鉄板でやるときはね、鉄板でやるときは流れちゃうんでね、つゆがちゃんとやんないと。ミニゴロちょっと入れて、なんでちゃんと土手作ってやらないとダメなんですけどもね、これでやるにはねそんな気つかなくていいんですけど、ちょっともうちょっとあった方がいいかな。キリイカが多いな。まあいいか。こうやってね、少し焼いてからこう炒めてとろみをつけてからこう広げるとね、の土手のこの隙間からおつゆが流れ出にくくなるんでいいんですよね。ちょっと足して、まあ形だけね、形だけちょっとやって、ここにおつゆをちょっと入れて、あんまりやると次の分がなくなっちゃうから、よいしょ、おーおー、こんな感じね、こんな感じ。あー、どうしようか、ソース少しウスター入れたいな。ちょっと味が、これ付属のソースは入れてるんですけど、ちょっともうちょっと味濃くしたいんでウスターソース入れます。よいしょ。で、あ、そうか、ベビースターがあるんだ。ベビースターも入れないとね。いやー、ベビースターほんと少ないな。これもうちょっとしてから入れた方がいいかな。もうちょっとしてから入れるか、ベビースター。ちょっと食べるか、ベビースター。じゃあこれで今38円とかだったかな、税抜きで。お、ちょっとこぼれちゃう、ベビースターね。うん、おいしい。混ぜちゃう、火力弱いのかな、ちょっと水気多かったかな。なんか、ちょっとまだね、ゆるゆるでね、時間かかりそうなんだよ。もうあれかな、ベビースターがもうこれで、この時点で入れちゃっていいかな、もう入れちゃうか。うわ、もうないよ。あともうこれしかないよ、見える。これしかないよ。ちょっと取っておこう。じゃあこの間にこのネギのせ炭塩レモン豚タンね、これを食べたいと思います。ちょっと開けます。こんな感じですね、豚タンね、ネギが入った豚タン、こんな感じ、こんな感じ。あ、これ大きい、ほら大きい、大きい豚タン入ってます。いただきます。ちょっとハムみたいなね、ハムみたいな感じ、ちょっとスモークな
燻製みたいなスモークな香りもありますけど、まあ、ハムみたいなスモークみたいな、なんかそんな感じですね。うん、なんか美味しい。レモンの香りはそんなに強くないな、これは。うん、寒くなってきたんでね、もんじゃね、やりながら飲むのいいですね。温まってね、もうここでもんじゃね、温まりながら、やりながら、温まりながらね、うん、もんじゃね、もう食べる前にもお酒だいぶ進みそうだな。もう一回切るよ、ミニゴロンね。よいしょ。で、キリンタンレのね、プラチナダブル、発泡酒ね、アルコール度数 5.5%、プリン体ゼロ、糖質ゼロね、プリン体ゼロね。やっぱ久しぶりにレバニラ炒めでも作ろうかなーなんて思ってるんですけどね、どうしようかと思って。プリン体、うん、最近カツオのたたきもしばらく食べてないからプリン体大丈夫じゃないかと思うんですけどもね。レバーもね、ちょっとプリン体多い食品なんで、ね、私ちょっと痛風やったことあるもんで、ね、尿酸値ね若干ね気になるんで、そういうね尿酸値上がりそうなプリン体多そうなものは若干控えめにしてて、なんでね、しばらくカツオのたたきとかも食べてなかったから、うん、この間レバー、お惣菜、スーパーのお惣菜のレバニラ、ちらっとだけね、レバー食べましたけど、もうそのくらいかな、最近。なんでね、ちょっと動画のね、ネタもね、なんかこう、料理作って食べたいんだけど、そういうのね、気にしながらやってるとね、レパートリーっていうかメニューがこう絞られちゃって、なかなかね、うん、できなくなっちゃうんでね、なんでたまにはいいかなと思って。おお、まだだな、まだ全然緩いな。だいぶ焼けてきたかな、どうだろう、こんな感じですね、こんな感じね。わー、曇っちゃう。あ、おこげになって、あ、ちょっとあれだな、片手でやるのは無理だな。片手で撮影しながらちょっと片手で食べようと思ったけど、ちょっと難しいかもしれないな。焦げになっちゃう。ちょっとまだ早いかな。もうでもいけそうな感じだけどな。ちょっとまだ緩いな。でも、味見だけしてみようかな。ちょっと緩い。ちょっと歯がしね、こうピュッてつけるのね、私あんまり上手じゃないんで。本当はね、こうピュッてこうつけるんだけど、上手じゃないで。ちょっとだけ味見してみます。いただきます。もうちょっとソース入れようかな、どうしよう。もう煮詰まるかな、煮詰まったらちょっとちょうどよくなるかな。でも美味しい。じゃあちょっとね、もうちょっとね、かきよく混ぜて。おお、いやね、フライパンだとね、このヘリのところにもね、おこげが出るんですよね。ここのへばりついてるところね、うん、ここもね、おこげになるんですよね。
あ、もういいな、もういいな、このくらいでいいな。ほら、このくらいがちょうど食べ始め頃。これにまた食べながらだん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 ね、煮詰まっていくんでね。ちょっと歯がし上手じゃないで、すくって食べます。あんまり、かっこつけてね、歯がし使ってもね、上手じゃないのバレちゃうだけなんでね。こんな感じですね。ね、もんじゃ。うわぁ、湯気映ってるかな、この熱々の湯気。いただきます。うまっ。な、うん、このまま煮詰まればちょうどいいかもしれない、ソースの味。うん。あ、ベビースターもいい感じ。うん。ベビースターのちょっとね、柔らかくなって、もう美味しい。うん、うん、じゃあこれね、ゆっくり食べて終わったらまたね、2回戦ねやりたいと思います。はい、ではね、一発目のね、もんじゃが食べ終わったんで、次のね、キムチもんじゃに行きたいと思います。よいしょ。あ、ちょっと待ってね、結構ね、一発目のもんじゃ食べて飲んでたらいい感じにもう酔っ払ってきちゃっててよいしょ。これでちょっと油を引いといて、よいしょ。では2回戦キムチもんじゃいきたいと思います。あ、もう1回分残しておくかな、どうしよう。もう1回分ちょっとだけできる分ぐらい残すか。カレー粉切らしちゃってんだよな。カレー粉があればカレーもんじゃにできんだけどな。もう一回カレー粉切らしちゃったんだよな。あの缶のさ、缶のさーって申し訳ないです。缶のあのね、友達と話してるんじゃないからね、ないんでね。あの缶のカレー粉意外と高いんですよね、あれ。なんでね、切れたんで買わなきゃなと思ってるんですけども、買ってなくてね。あれがあればね、カレーもんじゃとかにもできるんですけどね。よいしょ。どうかな、ソース。まあキムチ入れて、あ、まあ、ソースもちょっと足した方がいいのかな。もうちょっとこうね、まあいいか、うん、やっちゃおう。よいしょ。もう、いや、でもこれ全部もうやったら多いよな。やっぱりもう一回分残して、ちょっとだけ残しといてって感じかな。よいしょ。明太もんじゃとかね、美味しいですけどね。前もあの、ね、冒頭でも話したと思いますけど、ちょっとね、プリン体がね気になるんでね、明太もんじゃとかもやはりやりたいんですけどもね、餅明太もんじゃとかね、そういうのもうまいっすよね。まあ昔は食べましたけどもね、
あともんじゃって何、何もんじゃがいいかな。まあ普通のもんじゃね、もんじゃと、まあまあまあコーンとか入れてますけど、あとあのベビースターとかも入れてますけど、あとまあキムチもんじゃって、まあカレーもんじゃとかも定番ですよね。で明太もんじゃ、あと餅チーズ、餅チーズとかもあるのかな。もうお店のねもんじゃなんてね、もうずいぶん行ってないんでね、今いろいろあるんでしょうねきっと。一緒もんじゃももう入れとくか、もんじゃじゃねえや。キムチも入れとこう。ちょっともうね酔っ払ってきててね申し訳ないです。なんかね、なんか間違えて変なこと言ってたら申し訳ないです。よいしょ、もうキムチを入れて、これ赤からのキムチですね。赤からキムチ、赤からの3番のキムチって言ったかな。よいしょ、またと、まだまだまだこんな残ってるんでね、これ取っといても、あーあれか、豚キムチのラーメンとか、豚キムチ、豚キムチでおつまみとかもできんのかな。取れてんのかな、大丈夫かな。あ、バッテリーもちょっと気になるけど、あーよいしょ、じゃあ豚タン食べよう。豚タン、ちょっと動画の尺長くなってるかもしれないんで申し訳ないです。なかなか難しくてね、本当はね動画の尺ね15分から20分くらいにまとめるのが一番いいんでしょうけどね、15分前後が一番いいのかなね。あんまりあの動画の尺が長いとね、あの動画こう YouTube で動画こう表示すると、右下の方にあの動画の時間が表示されるじゃないですか、ね、右下の方に何十何分って、それがねやっぱね15分から20分ぐらいの動画だとね、あの見るのもあの気軽に見られるじゃないですかね、1本だけど、それがね30分40分1時間ってなるね、だん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 ね、あのやっぱり見るの長いと面倒だしね、時間かかるんでなかなかね見られなくなっちゃうんで、私はね、あ、じゃあちょっとね、あの食べますね。豚タンね、うん、おいしい。私はあのこう晩酌動画とか、あとラーメンのね動画とか、まあラーツ、カップ麺のラーツとか、あと店ラーツ、お店にねバイクっていうか、うちはまあスクーターですけどね、あの 125cc のスクーターのトリシティってね、スクーター乗ってますけど、あれでラーツ動画、店ラーツ動画とか撮ってね YouTube に上げてますけど、走ってるシーンと、まあね、走ってるシーン撮って、まあ、ラーメン食べてるシーン撮って、それをつなぐと結構長くなるんですよね。でまあ元ブログとかそういうラーツ動画とか撮ってる人は、まあ、かなりこう端折ってやってね、らっしゃる方も多いんですけど、私はあの食べるところを重点的にっていうか、食べるところをメインでやりたいんで。食べるところをね、あの長くするとやっぱり動画が尺が長くなっちゃって、んでね、長い分には、動画の尺が長い分には、見る方はね、飛ばしてみればいいと思うんですよ。私はそう思ってて、飛ばしてみればいいけど、短い動画ってもうそこでもう短い動画ってそれで終わっちゃうじゃないですか。最初のこう食べるシーンだけ、2、3口食べるシーンだけで終わっちゃって、あとはもうごちそうさまってなったら、もう途中全然見れないじゃないですか。長い動画だったら、長いなと思ったら飛ばしちゃえばいいんで、見たい方は
ちょっとね引き続き 見ていただければいいんでと思って長めに動画してるんですけど、食べるところをね、うん、なかなかねやっぱりあの動画の尺が長いっていうだけで敬遠される傾向もあるので難しいんですよね、うん、この喋ってるとこもちゃんとカットになるかもしれないな。はい、ではねキムチもんじゃがこんな感じになりましたね。もしかしたらねなんかねあのペラペラねなんか酔っ払って喋ってたところカットになるかもしれないって申し訳ないです。なんかね酔っ払ってねなんかペラペラ喋ってたんですけどもね全然面白くないんでもうカットになってるかもしれないって申し訳ないですね。ね尺も長くなっちゃうんでね。あ、こんな感じですね、キムチもんじゃ。もうちょっとソース入れてもよかったかな。おー、うまそう、うまそう。赤からのキムチを使ったキムチもんじゃ。よいしょ。わー、曇っちゃう。こんな感じね。熱そうだな。ちょっとまだちょっと緩いかな。まあまあこんなこれでも全然火は通ってるんで食べられるのは食べられると思うんですけどもちょっと緩いかな。ちょっと味見してね見たいと思います。ちょっと熱そう。あーちょっとこぼれちゃう。うんおいしいけど熱っ。口の中やけどした。白菜がね熱くなるんですよ本当にね。あうんうんうまっ。もう少しソース入れてもいいかな。どうだろう。酔っ払ってきてるんでちょっと濃いめの味がちょっと欲しくなる感じなんで。はい、ではねちょっともうちょっとだけソース足そう。もうちょっと今ソースのね風味を足した方が美味しいかな。あ火をあもうこれ以上強くなんないか。ガスがあんまないんだな。あいい感じ。このソースとねキムチのね相性も結構いいですよね。ウスターソースとキムチがね合うんですよ。なんかウスターソースとキムチでなんか料理とかできないもんですかね。ウスターソースとねこのキムチがねよく合うんでね、キムチもんじゃねちょっとウスターソースを少し足して食べるとねまた美味しいんですよ。よいしょ。どうかな、もうちょっと焼いた方がいいかな。いいか、食べちゃうか。よいしょ。あ、キムチのとこ、キムチのとこ食べないんでね、キムチもんじゃないんでね。よいしょ。あ、ちちちちちち。こんな感じね。キムチね、キムチ。コーンとかも見えるかな？コーンとかも入ってますよ。おいしい。うん、キムチの酸味とソースのねこの風味がすごくバランスよく合ってて美味しい。このくらいのバランスが、うん、
うん、キムチが強すぎると本当ただのキムチ味になっちゃうんで、ね、もんじゃはやっぱりソースでね味付けるもんなんで、ソースの味ともんじゃの味がバランスよくなってるところはすごく美味しい。うん、ではあとはね他の方の晩酌動画でもね見ながらゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますんでよろしくお願いします。